青木引退ブースト強すぎて草。ボール球にガンガンって出して2時間強で試合終わらせる巨人に四死球で自滅してんだから広島投手陣はちょっと不安だね。広島カープとの死闘に全てを出し尽くした読売は、ヤッチュニのデッドヒート。熾烈な再開争い。広島カープとの死闘に全てを出し尽くした読売は、続くヤクルト、中日に嘘のようにボロ負けしたー。ひでえ4番打者やな岡本和真こんなのよく下ろされないわ他のチームではありえんぞ。中日に二刀流が爆誕したと聞いて、優勝意識しだして硬くなってて草。阪神逆転マジであるやん。阪神で決まりやね。サンキューヤック。青木なんか若返ってね。広島が弱すぎただけなのに調子乗りすぎたな。阪神奇跡の2連覇あるか？そうすれば告知されてる切り符も報われるやろ。阪神優勝おめ。どうせ阪神にも牙を剥くんやろ。ヤクルト。今日で確信したけど巨人は最下位やな広坂横で優勝争い頑張って。残り5割でいけば優勝確定や。都会を死亡フラグ。巨人が阪神に立てしない限り実質 1.5 グラム差やな。熱い譲り合い。ヤクルトが強いのか広島の闇が深いのか。ありがとうヤクルト。広島市民球場で見てた選手もそろそろみんないなくなるな。ヤクルトを絶妙なタイミングで目覚めさせあたかも青木引退に奮起しているように感動演出してしかもセリーグの優勝争いを加熱させた球団があるってマジ？順位争い熱すぎるだろ。とゴースガのグリフィンでずっと回しとけばええやんもう。巨人の裏ローテなんてこんなもんやろ。広島巨人ってセ・リーグ最弱決戦だったみたいだな。言うてヤクルトは阪神も殺しに来るやろ。明日万が一にも枠井に負けようもんならマジで V2 あるで。ジュニアクにボコられる広島巨人のせいで阪神がちょっと期待してまうやろが。阪神優勝やね。そして地味に熱くなってみた再開争いヤクルト5位なら高っつぞっとある。勝負は9月と言い続けてほんまに調子のピークを9月に持ってきた岡田どこまで計算してたんや。横浜も広島まくるかもな。広島も引退ブースト真似るしかないな。これベテランの球は豊富やろ。中日が負けてくれるやろ。言うても巨人との直対2試合しか残ってないからほぼ落とせんは阪神。打たれるのはまだしもヤクルト相手に点取れないのはマジでヤバいよな。